先ほどね、当チャンネル初のライブが終わったということで、まあ、あの、スパチャください、スーパーサンクスくださいと言っても仕方ないので、えっと、そこでのタイトル、保守思想はなぜ大敗したのか。 ここれをね語っていこうかなと思いますまずね、理論的にはね、これ、うん、主権の意識がない。だから、国民主権というものを意識してないのに、えー、経済主権だろう、軍事主権だろう、唱える人がいないから、だからこの3つの3点セットをきちんと揃えてないとダメですよっていう、まず理論的にはこれで、特にね、決視されやすいのがこの国民主権と軍事主権で、まあ、なんだろう、国を守ろうという気概がないやつが、 一体何を持っってて保守ししよううというなな気になるしまた、ね、伝統文化を共有できなければ、えー、と貧しい人に税金を集めて配ろうなんていう発想がないつまり配分の感覚がなくなるまたね助け合いの感覚もなくなるよね思いやりもなくなるし。 もっと言っちゃうと多分こうだと思うのよ。犬を飼ったことがない人が僕とワンダフルライフとかを見て涙流しますかっていう。あれね、涙を流す人がいるから動物保護愛護団体みたいなとこ行って、えー、理論を聞いてきて、なんかこうね、うん、犬とか猫は殺処分されるのは可哀想だし、多頭買いも可哀想だから何とかしてあげないといけないよねっ,つってお金をチャリンと落としていくわけでしょ。つまりね、同情とか共感が生まれないと、 その政治とかね機能しないんだよっていう本当にだからこの経済試験なんか MMT とかケインズって要するに分配の経済学でしょあれ,あれ言ってしまえば。でそこの部分でねなんで俺があんな頑張ってもない貧乏人助けなきゃいけないんだっていうふうになるわけでまあここら辺がね理論なんだけど今回は姿勢に問題がありということで見ていきましょう。 ちょっとね、チャット、ライブの方でも話題になったんだけど、西米進むの不在あたりから始まったんじゃないのかなっていう、この保守の人たちの態度、大敗が。で、時期的な問題で言うと、段階の世代がね、えー、ボスザル争いを始めた。で、なぜボスザル争いを始めたかというと、戦中戦前世代の抑えが消えたから、まあ、この人たちがマウントの取り合いとかね、自分が一番偉いんだ、みたいな感じで。 やってて、で、お前が間違っている、で、ほんのちょっとの間違いすらも我慢できずに、だってそれを認めたら自分の理論が間違ってることになるから。ということでね、師弟関係とか親子関係がちゃんとしてない人たちが、人間関係の付き合い方が分からなくなって衝突したんじゃないのかなっていうのが俺の最初の、うん、ひらめき直感。 で,で、そこでね、なんでそんなことができないのかって、大道将棋でさ、積極財政でまとまればいいじゃんって思うでしょう。でも、ベーシックインカムを訴えている池戸満作はちょっとどうなのとか、また、えっ、ー、と、誰だあの、コロナとかかで、反自粛と自粛で揉めて、大喧嘩してて、あそこの部分でね、俺は藤井聡の方が若干利があるのが、この人、低減名法でね、弱い人を助けなきゃっていう山本太郎的な動機で動いてるから、 それに比べて3年間へりくつ垂れただけの人いますよねっていう。うん まあそんなのどうでもいいんだけどとで最初にね衝突で一番目立つって言ったのがやっぱこの藤井聡と中野武でこれに関して俺言いたいのはねやっぱ藤井聡にまともだなと思ったのが最初に公で相手を公然と批判したのは中野武が最初なんでこれそれとなくね案に行ってたのが藤井聡なんだけどでも最初に公で言ったのは中野武ここでその後匿名で攻撃を始めたのが藤井聡だからここで匿名 っっってていうののがやっぱりね分かってるのよあれはちょっとね違う人ですよとかって言えるような逃げ道を作ってるから藤里氏やっぱりね師弟関係とかどっかあったんじゃないのかなっていうその京都大学の理系の研究室で。 で、そのとは大勢対水島悟見てね、自分のところの番組を呼んで避難始めるでしょう。例えば、玉木雄一郎あたりをせっかく連れてきてくれたのに、玉木雄一郎が民主党で、民主党系で、で、左翼で、ちょっと信用できねえからって、なく癖つけ始めて。で、山本太郎とかも絶対呼ぶ気ないでしょ、水島悟。俺思うんだけど、水島悟のポジションだったら積極財政の第一点でね、うん、つながっていくべきなんじゃないのかなって思うんだけどねっていう。 それこそ、ぜぜひひで、積極財政、えー、と核武装、えー、と天皇団系でつながっていけばいいんじゃないのって思うけど、なんでそれしないんですかっていう、あなたっていう、嫌いだからでしょ好き嫌いで全部を攻撃してしまうとう。これもね、多分ね、どっかで指定関係がないんじゃないのかなっていう。この人、早稲田の文学部でしょ確か。ということは、あそこってあるのゼミとか。 うん、ゼミとかがないとね大学の先生との師弟関係は出来上がらないし出来てたとしても希薄な人いるからなってああいうとこいても、うん、で意外とまともな人たちを見ていくとねまず藤井聡でしょこの人師匠がまあ西部進んだとして俺西部先生の悪口言ったら見たことないよ批判も見たことないよ、うん、ちょっと考え方は違いますが 私の考えははこううですぐらいはあると思うまたは西部先生の方がね藤井聡を立ててあの好きにしゃべってみてよみたいな雰囲気でやらせてたからそれに対して藤井聡もねいやー先生ほどの方にこんなことをされるなんてみたいなタイプとってここら辺がやっぱりね人間関係がちゃんとしてる人だなって思ったうん。 で浜崎洋介でしょこの人師匠が井口時生って人で,で、えー、とこの人が、えー、とクライテーニョンから流れ寄稿しててその時直前に井口時生先生のこと喋ってて浜崎洋介はすごくねうれしそうに話しててあのお世話になったとかこういう人でこういうすごい人でとか言って。 いやーこれもねやっぱり師匠と弟子のいい関係が築き上がってんだなと池田万作もね変な人だって思われるかもしれないけど俺はねまともだなって思うのが師匠の宍戸俊太郎の名前をねあの人に会うたんびに一時期名刺代わりに喋ってたうん宍戸俊太郎先生がとかね宍戸俊太郎先生に教えてもらってたとか言ってる ね、それによってね箔をつけるという意味もあるんだろうけどでもねそうやっていうことによって獅子田俊太郎先生って言ってあの思い起こすわけよみんなが「ああんな人いたな」って「あんなすごい人」があって。 だからね、まあ、これもね、またある種の師匠と弟子との付き合い方で、俺もね、そういう人いんのよ。うん、どっかの教授やってんだけど、すごい偉い大学の出世したなとか思って。この人はね、正直ね、うーん、理論的に何か学んだっていう感じじゃないんだよね。むしろ、俺があそこ行った理由がこの先生のところ、引く手甘さだ,だった俺がね。 なんでいいとかって言ったらこの人人としてすごいちゃんとしてるなって思ったのよ見ててで俺がねもういろいろずっと思っててまともな人間いねえなって思ってたのよ大学の教授見ても高校の先生見ても高校の先生はまあ半分ぐらいまともな人いたかなうんで同級生見ながらまともなやついねえなこことかでここっていうかどこにもいねえなと思ってたのよもうあの頃からずっと で、多分今の言葉で言うとあの3日が始まってんだろうなっていう。うん、でそんな時にまともな人間が目の前にいてで、自分が知らないことをちょっとだけ知っててで、向こうが知らないことを俺がたくさん知ってたからまあ要するに教えてあげたり教えてもらったりしながら。で、人としての え付き合い方もね、この人に関しては俺、頭上がらないから、だから、うん、けなすことはないし、褒めることはいっぱいあるし、っていう感じで接するわけね、喋るわけね。うん、誰とは言わないけど、で、そんな感じで、この人に関してね、一応、まあ、再敬礼してたと思うんだけどね、俺は、粗相もあってたとは思うんだけど、そこの部分もね、フォローしてくれてたから、やっぱこの人に頭上がらねえなってずっと思ってた。今でも思ってる。うん。 でこれがね師弟関係を通じてね人間関係の振る舞い方を学ぶという例だと思うのよこの4例が俺も入れてなんだけどでこれがねできてない連中がねいがみ合うんだと思うのよ師匠を無視して、うん、だって考えてみてよ西部進も師匠だった状態で、えー、と藤井聡と中野武って人が喧嘩をして、ね、この喧嘩が西部先生のメンツを潰すことにならないんですか 普通思わないんですかって俺は思うんだけど思わないんだろうなっていう他にもね佐藤なんとかさんっていう人佐藤圭さんあの人も思わないんでしょ本当と敵のおさんはいいよ、うん、あれはフリーの人だからね、うん、好き勝手やってる人だけの人だから、うん、思わないんですかってだからねここの部分がね結局社交の仕方を知らないガキがなんか好き勝手やっていがみ合って衝突してっていうのを繰り返してて まあ俺は思うんだけど「星とは何ぞや」「平行感覚とは何ぞや」「えあなたたちもう星とは」とかいうのをやめた方がいいんじゃないんですか?」って人間関係の,その根幹となる部分がまず問題ありますよって。俺はねうん誰とは言わないけど思ってますずっと。ということでライブでもねその辺がちょっと話題になってるので興味ある人いたらライブも眺めてみてくださいとじゃあ失礼します。